さあ、それでは参りましょう。2013年10月24日、アンダーライトユニバースシングル大会。優勝者指名11戦勝ち。本日優勝は達井さんのメールカバー。それに対して指名した相手は、赤星さんのワレンシュタイン。まずは1戦目、ワンコイン入れていったのは赤星さんのワレンシュタイン。あっと。さあ、着地に下段が合う。ガードすかして、さあ、これは潰して、体力リードは、アワシさんのワネスタイン。突っ込んでいく。さあ、バックステレ。距離をずらしながら、さあ、これはスカって、下段、これは、さあ、突っ込んだら、さあ、残ってる。ここで、達井さんもワンコン返して、さあ、ここ、動きたくなるところ、ケイチで置いてある。まず、バイスランド、取っていたのは2ピゴ、赤星さんも、ワルシュタイン。さあ、第2ラウンド。開幕はお互いガードしきって、さあ中段近づいて、投げ方を追って、さあきっちり、ワンコン入れて、体力リードを奪って画面足、すかしているが動きたくなるところに置いてある。体力オーバーリード、赤星さんのワネスタイン。ガードが硬い。さあこれきっちりガード。さあ、これは、通って、さあ、繋がらない、ここは、下段。うん。ガメナシ。体力オーバーリードは、赤星さんのワネスタイン。しかし、ガメナシを追い寄せているのは、達人さんのメルカバー。これは、ガード仕切って、突っ込んでくる。ガードが硬い。さあ、ここで攻撃通していって、さあ、ガードが硬い。ダッシュから近づいて、ワンコン。しかし、残り、時間が、どんどん減っていく。これは攻めるしかないところを、はい、逆に無理をさせればいいと。さて、それでは第2試合。まず赤星さんが1試合取ってからの第2試合。第1ラウンドを近づいて投げて。差し込み直してバックステラーが、これはお互い。さあ、何事もなくです。さあ、しかしここで突っ込みが通って。さあ、体力追いついて、画面足追い寄せて、これは通すが、さすがし。さあ、これは切ってガードスキル。しかし、突っ込んでいったところきっちり。追いつかれていく、もう一回画面足。これは、ガードスキって。さあ、これは、抜ける。さあ、逆に投げていって、怪しい、ここは切り返す。ガード。あーっと。さあ、第1ラウンド取っていたのは、達井さんのメルカバー。第2ラウンド。開幕突っ込んでいったのは、達井さんのメルカバー。さあ、ガードはしていたが、ここで波は通って、じわじわと画面足近くなってくる。さあ、これは、ちょっとやりすぎた。あーっと、一気に、もみくちゃにしていく。これは、さあ、体力、大幅には達人さんを見るかも。しかし、ここで、さあ、切り返して、しかし、これは、読みが通らず、これを通していって、降りて、ガードする、ガードする。
通していって、さあ、ここからさあ、カウンター、しかし、これは繋がらない。さあ、駒を刻んでいく、しかし、ここで、達人さんも、負けじと。さて、11戦勝ち、3試合目、1時間の第3試合。ガードしている。あった。これは、透かしているところ、ケイチでカウンター取って。怪しい。ガードしきって。あ、これ、しかしこれは透かったところ、透かさず。怪しい。さあ、タイク。これはケイチで殺しきって。第3試合第1ラウンド取っていたのは達人さんのメガ。さあ、ここは開幕読み勝って。さあ、傘当たり近づいて、あっと噛んだ。バランス、あっと、動きたくなる状況、動かないと厳しい状況で、攻撃を一気に通していくのは、達人さんのメルカバー。最近はネスタインの体力を、ドットまで、相打ちでも死んでしまう。さあ、第4試合、達井さん2、赤星さん1からの第4試合。さあ、ファーストタッチ、青さんのワインスタインから。しかし、ここで達井さんのメルカバが攻める。体育怪しい。これは攻めていく、逃がさない。しかし、ここでうまく差し込んでいって、もう一回状況を作り直す。透かして、さあ、さあ、仕込んで投げを通って、体力リード、赤星さんのマネスタイン、これが通って、じわりじわりと細かいダメージを刻んでいく。カーコは投げを通って、マネスタイン様子見、突っ込んでくる。これは切り返して、さあ、残り時間が、じわりじわりと意識する時間になってきたところ、ここはカウンター。第4試合、第1ラウンドを取っていったのは赤瀬さんのワネスタイン。さあ、第2ラウンド。さあ、ガリアンシー、運んで、これは、キーカードしてる。これは使っているので、ケチに投げてから、しかし、ここは切り返す。距離離して、これが引っかかる、しかし繋がらない。さあ、刻んで、ガードしきって、きてガードしている。しかし、さあ、仕込むタイミングがない。さあ、カウンターだが、お互い痛み分け。さあ、ここで止め切る。さあ、ケチで、体力まくって、あっと、ガロ、しかし、次は読み勝てず、殺しきって、達井さんが取り返せ。 H1 からの第3ラウンド、攻めていくのは達井さんのメルカバー。ガードしきって、しかし、これオリジナル、し
ナイク敵拾って、サナダンスから投げ、体力一気に5割強奪っていく、突っ込んで、これは投げは通る、最近体力上が厳しい。さあしかしここで突っ込んできたな、タズイさんのメルカバさて11月5試合目、タズイさん3、高橋さん1からの5試合目第3ラウンド、まずはタズイさんが一気に体力4割強を奪っていく。さてここから体力一気に追いついて、さらに、一気に、コンボを繋げて、体力まくって、これは通らず、さあここは、達成さん攻撃を通せ、ワンコン返して体力まくる、ガードしきって、さあカウンター、さあこれは通ってカウンターゲージを使いながらだが、さあこれは体力リーダーは赤星さんだが、これはワンコン入ると死んでしまう。あっと突っ込んでこれが通ってしまう。達井さんが第1ラウンド取って第2ラウンド開幕カード、しかしもう一回さらに、着地後の下段表裏、ガード方向は分かりやすい、分かりにくい状態だった。さあ、ここで投げ通して状況を作っていきたい。突っ込んでくる。ガード。ガードしきる。これは通るが、きつい状況が、さあここはカス当たり、もう一回これを投げはきっちり透かしている、うまく拾って、さあこれは突っ込んでいく、突っ込んでいく、さあこれを通して、これはガード投げを通って、さあ、お互いワンコン、これは投げだったが、バックジャンプで逃げている。さあ、実戦が続い6試合目、これで後半戦に入ります。達井さんが一気に4連勝を決めて、達井さん4、赤星さん1からの、6試合目。さあ、ここで、怪しいワンコン入って、いずれ、あった、ツーダウン。さあ、これは、さあ、ガンさんターンなるか。ガンして、これは投げ抜ける。もう、一回だが、体力だったっす。第3ラウンドを取っていたのは達井さんのメルカバーズ。続いて第2ラウンド。さあ、ジャンプから投げていく。さあ、着地。これはカウンターヒットがきっちり拾って。まあ、怪しい。これは繋がらないが、体力リードは、青木さんのワインスタイン、これを通せ、しかし、差し込んでいきたいところ、ケイチを痛む、達井さんもワンコン返して、これは動きたくなるところに置いて、さあ、こっから、さあ、これは止まらず、差し切り直していきたいところだったから、さあ、体力どっと残って、しかし、ケチガード。
さあ、11戦勝ち、7試合目。辰井さん5、赤星さん1、そして辰井さんが、この試合に、勝ちますと、6勝というわけで、11戦勝ち、勝ち越しが確定する試合。逆に言えば、赤星さんはここから5連勝。しないと、勝ち越しが見えないという、非常に苦しい展開。さあ、第1ラウンド。体力5分から、助かって。これは通らない投げが、投げて画面足体育、カウンターじゃないので、さあ、ここはカウンターか、さあ、ワンコン入れてから、さあ、これは、さあ、お互い様子見、よし、カウンターよすみ遠距離のよすみさあ、一度 OK! 第3ラウンド取ってきたのは赤瀬さんのワインシュタイン。続いて第2ラウンド。よすみあー、しかしこれはスカットの KT 着地に合わせて。ワンコン入れて、バランス。ガード。抜けて、しかし、ここは、一気に行く。ワンコンサーに入れて体力、5割弱奪っていく。そう、一回差し込んで。さあ、残り体力、2割強。しかし、ガンアス入れ替えて、これが通る。ガンアス、さあ、これは、ガード切って、切り返せ。そのままきっちり、1ラウンドを取り返せ。第3ラウンド。飛び込みから、投げ。相打ちカウンター。これが通って、きっちり、ダメージを奪って一気に5割奪っていく。ガナシ。しかし中段から、さあ、これが通って、きっちり拾って、ダウン奪って、様子見。これは切り返す。さあ、これは、しかし、もう一回。おいでや。しかし、ありながら、裏に行っている。さあ、ここ下がって、休み。さあ、あと一発。しかし、逆に、辰井さんもあと一発、ワンコインでいれば、公式での体力。抜けて、勝ったのは、赤さんのワネスタイン。さて、11戦勝ち、8試合目となります。辰井さん5、赤星さん2。第8試合、まず第1ラウンド。一気に体力奪っていくのは、ワンピーガー、辰井さんのメルコバ。バランス、カウンター。これで一気に体力5割奪っていく。これはカウンターヒット、きっちり。さあ、しかしここで通していったのは、辰井さんのベルカバー。よすみ。しかしこれは通らない。さあ、体力リードは、辰井さんのベルカバー。あ、これが通って、ワンコン返す。しかし、これは繋がらない。さあ、投げ。これは、こう仕切って、第3ラウンド取っていったのは、ツーピーゴー。アワシさんも、ワンスタイン。さあ、第2ラウンド。あ、これがカウンターヒット。
下半身。あ、通れが通る。下半身。これはすかしてケージでカウンターしたから拾っている。ワンコンカー S。ガード。さあ、出し投げ。ケチでゲージ使いながら、ワンコン返していく。これはガード。裏、ガード。裏、さあ、危ない。体力ほぼほぼ、さあ、今通って。これは死んで、長尾さんがここで2連勝。さて、11月9試合目。まず、開幕ワンコインは、達成者の目で変わる。第1ラウンド、さあ、ここから、必要に攻めていく。しかしガードしきって、ここで、ワンコン返して、体力まくって、しかし通していって、さあ、ここから厳しいでかい。さあ、しかし、あの距離透かしながら突っ込める。さあ、足、切り返す。ここから、カウンター、これは美味しい。透かして。さあ、しかし、じゃんけんは、バックジャンプ中断。第3ラウンド取っていた、達人さんのメルカワー。簡単？一気に体力半分奪っていった第2ラウンド。さあ、これが通る。体力一気に7割強奪って、しかし、ここで、達人さんもワンコン返して、バイナス、投げを通って、ガルして、さあ、きっちり反応するです。しかし、これは今度繋がらず。体力リードは、ツービーガー、アワシャンのワインスタイン。さあ、ここは、スカ、移動して、スガシカナンガーランの、さあ、ワンコン、体力一気に追いついてくる。さあ、両者お互いワンコンで死んでしまう体力。カウンター、相打ち。体力残りわずかになった、達人さん。バックして、これは取らない。攻める。様子見。第2ラウンドを取っていったのは赤さんのワンスタイン。さあ、第3ラウンド。第3ラウンド開幕、達人さんのメルカラのワンコンからガイナシ。さあ、もう一回。逃がさないと。さあ、ガンダス。さあ、ここで通していったのは、アガさんのワネスタイン。さあ、で、一気に。さあ、ガンダス、これは、表。キッチガード。通す。さあ、これはガード。体力は、こっちのマネスタインリード、投げが通って。さあ、これか、体力リードは、こっちのマネスタイン。さあ、これは、かさたり。さあ、下段からワンコン返していく。
ガナス、バックスリー、スカッス、集団、これはスカッシュしてから、スカッシュから、さなぎが通るが時間がきつい。あ、カオスさんが一気に3本取り返して、達井さんの勝ち越しに踏み飛ぶ止まります。さあ、11戦勝ち、次が10試合目、残り2試合。残り2試合。簡単？投げ？最近体力6割？さらに投げを通して、残り1割。あとは慎重に、最悪相打ちで、なんとかとどめを刺していきたい。さあ、置いてある。第3ラウンド取っていったのは、岡本さんのワンスタイン。さて、第4ラウンド、すかしてから、ガードが硬い。これは投げが通る。さあ、一気に、体力4割。あった！悲しい。さあ、これが通る。あ、しかし、繋がらない。攻めていく。ダッシュ投げ。四隅。さあ逃げる、カウンター、体力リードは達人さん、メルカバー、投げは通る。さあ体力追いついて、さあここは切り返して逃げる。残り時間10秒、まだどちらが勝つかわからない。ここで投げは通る。さあ、抜ける。赤星さんが4連勝。さて、2013年10月24日アンダーナイトインバース X レートバージョン 2.0 にエアドリー第4回首位タイトルシングル大会、本日優勝達井さんの指名相手は指名赤星さんのワレンシュタイン。最初は赤星さん1本取った後の達井さんの5連勝だったが、ここで赤星さんも4連勝からの勝ち越しを決める最終試合。さあ、しかし第1ラウンド、体力リードしていくのは達井さんのベルカバー。あった、呼んでる。まず第1ラウンドを取っていったのは達井さんのベルカバー。さあ、一気にワンコン開幕入れていって、中段中段。さて、突っ込んでくるが、ここで切り返すか。さあ、きっちりと反撃。お互いワンコン入れ合った状況。しかして、しかしこれは通って、これは投げが通る。さあ、これは置き攻め、めくりを意識した中段から投げを通して、そっからワンコン。体力残り1割。しかしここで達井さんも負けじと差し込んでいった。ここは繋がらず、さらにここで赤星さんが取り返せ、1時間の第3ラウンド。
따로 버텍스 쓱 꺼내게요. 반식 버텍스 스카스. しかし, これは通らず体力追いついてあと30残り体力3割弱あ、これは読まれている。 きっちりゴール切って、というわけで本日の優勝者指名、実戦勝ち、優勝者達井さんの指名相手赤星さんとの実戦勝ちの結果は、達井さんが6、赤星さんが5となります。